ORF は、今回で21回目なんですけれども、もともとはその SFC の研究成果を一般に公開してですね、それでいろいろなところで応用していただくですとか、あるいは新たな研究費を獲得する、こういうようなことを狙って始まりました。もともと大学藤沢のキャンパスでやってたんですけれども、2000年頃から六本木でやるようになりまして、でそうしますといろいろな一般の方々にもご来場いただいて、その結果 SFC の研究内容が一般の企業の方々だけじゃなくって、SFC を目指す高校生ですとか、いろいろなその高校生の親御さんたちにも浸透するようになっています。今年度は VR 元年ということも言われてまして、結構その VR を使った展示とかがある。それからファブリケーションっていうのが SFC のキーワードになっているわけなんですけれども、いわゆる電子的な機械を使ったものづくりですね、 3D プリンターとかレーザーカッターとかそういうものです。そういったものを使った展示もかなりたくさんありましてですね、そういったあたりが見どころかなというふうに思います。田中広弥研究室は 3D プリンターやレーザーカッターといったデジタル工作機械を使って、それをいかに社会とつなげていこうかということを実践している研究室になっています。で、最近はそのファブと看護分野、あるいは農業分野に中心に力に入れて、それをいかに応用させていくかということを、技術と社会の両面から取り組んでいる研究室です。例えば実際の看護の現場で使われている脳盆といって、その首が起こせないような人が、唾液だったりうがいした後に出すようなものがあるんですけど、それが今までのものだと形が、決まりきっていて実際に顔にフィットしないようなことがあったんですけど、 3D プリンターの柔らかい素材を使ってこういう実際にフレキシブルなものを作って顔にフィットした状態で出せるようなものっていうのを作っています。こうやってその個人の体とかそういう家庭の状態とかに合わせたものを一個ずつ少量多品種で作れるというのがデジタルファブリケーションの一つ特殊な、いい点かなというふうに考えています。イスラム教徒であるということだけで差別されたり、それからあるいはイスラム教徒たちが、ある意味自分たちが非常にマイノリティで差別されてるんだという意識を持ってですね、それでなかなかこのイスラム教徒とそうじゃない人たちの間の関係をどう作るかっていうのはかなり難しい状態になってます。で、その課題を解くためには多分イスラム教徒に対して一般の人たちがおそらく持っているようなすごいネガティブなイメージ、ステレオタイプ、そこのところを打ち破っていくようなそういう研究ができればいいなということを思ってます。何人とかね、お金持ってるとかね、なんとかってそういうことじゃなくて、そのレベルじゃなくて、まさに人間として幸せになるためのそういう学問、学びをやりたい。SFC はですね、世界の最先端の研究を行っている場としての自覚はある。で、そういう研究室が1年に2日間だけ東京ミッドタウンに出てきて、でそれを皆さんにこうやって見ていただく。で、ここのところでみんなに開かれているってことはすごく重要なんですよ。で、産学官で研究も進めていて、でそういうふうな場になって、また企業の人たちが来て研究を知って新しいものをこう作っていきましょうっていうお話もいただいたり、観光庁と一緒にやった仕事のですね、成果をここでまた出させていただいて、でそれをまた共有していただくということで活動の輪が広がっていく。で、イスラムっていうのは理論もやるけど実践もあると、その意味で総合的なのだ。だから SFC にすごく合っているし、こういう場所でいろいろ発信させていただくにはちょうどいいということで大変喜んでおります。毎年継続的に発表されているテーマもありまして、最近ですとそのスチューデントビルトキャンパスって言って、その SBC っていう展示がエントランスのところにありますけれども、これは今 SFC のキャンパスに新しく土地を確保してですね、キャンパスを拡張するっていうことをやってるんですけど、それをその普通にコンクリートの建物を建てましょう、そこに研究者入りましょうということじゃなくてですね、学生さん自身あるいは研究者とか教員等も
自ら参加してこうトンカチしながら作るっていうようなことをやってるんですが、何回も毎年来ていただくと、あ、去年はこんなことを考えてた人が今年はこういうことを言ってるぞとか、そういったこともご体験いただけるでしょうし、去年はこういう建物を展示していて、今年はそうか、こういう建物が新しくできるのかっていうことで、この SFC のなんていうかこう経年変化ですとか発展の過程とか、そういったことをご覧いただけると思います。 ORF が未来にもたらすものは、この未来っていうのがどこまでかっていうのも結構それによって変わってきますけど、例えば来世紀、22世紀とかいうことを考えるとしますよね。100年後です。この ORF で、今年度学生あるいは教員たちが作ったものが、まさにその自世紀に花開く、この原型がすでにこの場所にあるということから、その未来から今を振り返ってみたときに、あ、そうか、こう今その未来の方々がその時点で使っているこのものは100年前ぐらいにこの六本木にあったのかっていうような原型を残すようなものかなっていうふうに僕は思います。